こんにちは、おかチャンネルのおかちゃんです。今回はアマゾンとハードオフに行って買ってきたものがちょっと溜まってきたので、何を買ったかだけを紹介したいと思います。まずアマゾンで購入したものをご紹介したいと思います。まず最初にこちらのビデオキャプチャーのものを買ってみました。こちらは単体で録画できるようです。入力は HDMI とコンポーネントと D 端子とコンポジットの入力に対応しているみたいです。こちらはサブチャンネルで使いたいと思います。こちらは HDMI の延長用のコネクタで、先ほどのビデオキャプチャーに使いたいと思います。次に購入したのはこちらのソニーのマイクです。型番は ECM-PC60 というマイクです。こちらのマイクはこのようにスタンドで使うこともできて、こちらのようにピンマイクで使うこともできるようです。以前に買ったオーディオテクニカのピンマイクはちょっと音質がダメだったので、今回は試しにこちらを買ってみました。次に購入したのはこちらのライトニングケーブルで、アンカーさんから出ているものを購入してみました。長さは 1.8 メートルです。以前まで使っていたライトニングケーブルは中で断線してしまったので、今回はこちらの外が布状になっているものを購入してみました。こちらの差し込み口もアルミでできているようです。最後に購入したのはこちらのスマホ用のカースタンドを買ってみました。こちらは車で使用しなくて、寝室で音楽プレイヤーとして使っているこちらの iPhone5C をテーブルの上に固定するために購入してみました。このようにがっちり固定されます。それではハードオフに行って買ったものをご紹介したいと思います。まず買ったものはあんまり使わないと思うのですが、ジャンクでこちらのローランドのミディ音源を買ってみました。テストをしてみるとちゃんと音は鳴ったのですが、こちらのスイッチの一部が反応しなかったので、時間がある時にでも修理してみたいと思います。あとの残りはこちらのゲームソフトを買ってみました。こちらもサブチャンネルでもしかしたら使うかもしれません。まずファミコンのカセットからご紹介したいと思います。1本目は星のカービィ夢の泉の物語を買ってみました。昔小学生の頃こちらのゲームにハマっていて、こちらのゲームのやりすぎで視力がだいぶ落ちてしまいました。残りのカセットはスーパーマリオ USA と元祖最勇気スーパーモンキー大冒険を買ってみました。こちらはサブチャンネルで使用するかどうか分かりませんが、なんとなく買ってみました。次にスーパーファミコンのカセットをご紹介したいと思います。まず最初にこちらのスーパーマリオワールドを買ってみました。こちらも昔結構ハマって長時間やっていました。次にこちらのスーパーマリオコレクションを買ってみました。サブチャンネルではこちらをメインにちょっとやってみたいと思います。最後にこちらの星のカービィスーパーデラックスを買ってみました。これも昔そこそこやっていました。最後に64のゲームカセットを紹介したいと思います。まず最初にヨッシーストーリーを買ってみました。こちらはちょっとやったことがなかったので試しに買ってみました。次にスーパーマリオ64を買ってみました。こちらも昔やったことがあるのですが、クリアするのに結構時間がかかりました。最後にこちらの星のカービィ64を買ってみました。こちらはサブチャンネルで使うかどうかはちょっと未定です。買ったものを紹介だけの動画ではつまらないので、こちらのソニーのマイクを開けてどのような音で撮れるかどうかチェックしてみたいと思います。内容物はシンプルで、製品登録のすすめの紙と取扱説明書、マイク本体とスタンドが一緒になったものと延長ケーブル、あとはピンマイク用のこちらのクリップが入っていました。それでは音質のテストをやってみたいと思います。今回比較するのは以前購入したこちらのオーディオテクニカのピンマイクと比べてみたいと思います。まずこちらのオーディオテクニカのマイクをつなげてみたいと思います。今オーディオテクニカのマイクに切り替えてみました。音質はこのようになっています。それではこちらのソニーのマイクに変えてみたいと思います。ソニーのマイクに切り替えてみました。音質はこのようになっています。いかがだったでしょうか。先ほど聞いてみたのですが、やっぱりこちらのソニーのマイクの方が音質は良かったです。次回からはこちらをピンマイクとして使ってみたいと思います。今回は買ったもの紹介とソニー製マイクのテスト動画でした。